またまたフライングタイガーに来ました。こんばんは、It's Saigon the Brand で、今日はまたまたフライングタイガーにお邪魔しています。はい。で、今回はなんと見てわかる通りハロウィンでございます、はい、これすごいよね。でもこれね、煙が出るみたいです。目の色も変わります。いや、気になったものもね、そうだね、入れて、これがお絵描きして、オーブンかな、電子レンジかな、オーブンで完成するみたい。これがね、いくらだと思う？900円。うん、かわいいね。なんかこの顔が子供が描いたみたいな、ね、手作り感があって、キムチかわいいね。小鉢、これもすごい、これタオル。そうね、これ防水らしいから、あの、玄関にかけていいって言ってた。でもこれ郵便の人びっくりするね。そうだね、郵便の人が来たら、はい、郵便です。家の前でぶっ倒れてるかも。ここがね、あの、いろいろなんかちょっと目玉というか動く面白いものがあります、うんうん、はい。これすごいよね。これ結構人気になりそうと思いました。ね、初めて見た。いいね、マッサージ。マッサージのために。マッサージのために心臓。そう、この心臓本当にさ、押し方によったら心臓が本当に動いてるみたいに見えるよね。見える。怖い。ここにサンプルがあるんだけど、うん、こんな感じで光るお化けのライト、可愛いと思ったので2個ぐらい買っとく。いや、フライングタイガーね、本当にね、子供から大人まで、あの、楽しめるっていうか興味があるものがね、たくさんあるから、家族で来たらね、楽しめるね。そうね。今回はもうこういう見た通りハロウィングッズもたくさんあるんだけど、なんかアメリカのさ、あの、サンクスギビング感謝祭みたいな、うん、あの、もう秋のグッズとかももういろいろ出てて、もう感謝祭のサンクスギビングの感じを思い出させるよね。ね、かわいいじゃん。ナプキンとかもある、ね、また家でサンクスギビングやるかもしれないからね、うん。コスプレグッズいろいろあるんだけど、こうやって履いちゃおうかな。履いちゃおうかな。ガーターベルトしちゃおうかな。いいんじゃない、セクシーに。ピアスかわいいじゃん。確かに。ね、マリ好きそう。チョーカーとか結構人気だけど、こんな凝ってるデザインで400円。すごい。あとはこういう、だからもう子供と来てね、ハロウィンギリギリでコスプレ間に合わないってなった時とかでも、なんか一式全部ここにもう揃うやつとかも準備あるし、なんか一つのワンアイテムのものとか、ブレンが今してるこの猫のカチューシャとか、そういうのも、あと自分がしてたもの、え、暗闇で光るだって。光るんだ、もう知らなかった。つけちゃう。おー、ただー、
ハハハってやんなきゃいけない。Your Majesty って言う。Your Majesty。What's wrong? What's wrong? What's wrong? こっちがいいね。そう。それじゃ。Majesty。What's wrong? Why is he saying what's wrong? ここら辺になるとね、以前もあの動画。うん、でプライドの時にもねあの紹介したような、うん、今このハロウィンのセクションもあればこういう、 もう日常で使えるものとかもたくさんあります。パーティーグッズみたい、うん、これ英語がベッドで食べれるように、そうこれが、おはようございます、おはよう、オートミール食べてください、はい、鮭食べてください、はい、これが俺の将来の夢、ブレンが持ってきてくれて俺がベッドの上で食べる。お下げしてもよろしいでしょうか。お願いします、はい、ブレンの寝息ひどい、セロですよね、セロの寝息これもなんか子供が書くやつ、カバン、本当に子供と一緒に遊べるものが多い ね。これでいいの？フライングタイガーどうでしたでしょうか、はい、ね、ハロウィンの楽しかった ね、 ね、色々あって、本当になんかでもまだまだね、これから新作がなんか続々と入ってくるみたいだから、うん、今日お伝えしたものだけじゃなくて、多分もしみんなが行くときはもうちょっといろいろ新しいグッズも増えてるかと思うので、ぜひあの近くまで行った際遊びに行ってみてください。はい、ぜひぜひ、まあ、あの表参道以外にもあちこちにあるみたいだから、うん、ぜひ近くにあれば行ってみてください。はい、ということでこの動画面白いと思ったらぜひ高評価チャンネル登録もお願いします。はい、あとは SNS とあのポッドキャストのチェックもお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。いろいろなグッズ見て、ね、あ、かわいいアッシュアッシュか、これいいね、ハロウィンアッシュ、これかわいいじゃん。 Wednesday The Wednesday, Wednesday. ああ、そうね。